はい、こんにちは。マエチャンネルダーウィンでーす。え、何言ってんの？今日はこちらですね。カートゥーネットワークでやってるおかしなガムボールの人形だね。そうだね。こっちがガムボールで、こっちがダーウィンだね。そうだね。こんな感じのギャグアニメなんだけど、この二人のキャラクターはアニメなんだけどさ、他に実写とか CG とかがいろいろ混じったごちゃごちゃアニメだよね、これね。面白いんだよね。ちょっとおかしいところは、猫と珍女がなぜか仲良くしてる。そうだね、こっちのガムボールは猫なんでね、で、こうダーウィンは珍女が珍女が進化してダーウィンになったんだね。そうそうそう、もともとガムボールのペットの金魚だったのが、進化して親友になっちゃったっていう、奇想天外のお話だね。ガムボールに一応妹がいて、それはウサギなんだよね。アナイスっていう、アナイスっていう名前なんだね。で、お父さんもウサギなんでしょ。リチャードって言うんだよ。リチャードか、で、お母さんはガムボールと同じ青い猫で、名前はニコルか、あ、ここにいたこれだ、これあった、これがガンボールのお母さんでしょ、これがニコル、で、これがガンボールのお父さんでリチャード、なるほどね。妹がアナイス。アナイスか、なるほどね。で、これがガンボールでダーウィンだね、なかなか僕も何回か見たことあるけど、結構はちゃめちゃで面白いね。ちなみにですね、このガンボールなんだけど、2011年ヌアシー国際アニメーション映画祭テレビシリーズ部門最優秀賞、あと第65回英国アカデミー賞キッズ部門作品賞、あと第39回アニー賞最優秀子供向けテレビアニメ部門っていうのを取ってるみたい。海外でも放送されてて人気のアニメーションなんだよね。ただ日本ではカートゥーンネットワークでやってると、地上波じゃないね。そうそう、この前東京市に行ってガンボールが来るってイベントがあったから行ったんだけど、本当に来たよ。その写真がこちらですね。こんな感じでガンボールの人形とエイジン君、パパは行けなかったんだけど、すごい嬉しそうだったって聞いてたよ。本当嬉しかった。あの、めったに売ってないガンボールのグッズがこの2つだね。ガンボールとダーウィンの人形を買ってみましたね。あとハガキももらったね。まあとにかくヘイシン君は最近ガンボールがすごい好きなのでよかったね。はい、ということで今回はガンボールのぬいぐるみ